元箱根真外仏地図元箱根石本家群は神奈川県足柄下郡箱根町元箱根にある真外仏群。国の史跡及び重要文化財に指定されている。双子山と箱根駒ヶ岳に挟まれた正人地付近の国道1号沿いに位置する。中核となるのは高さ3.2メートルの地蔵菩薩像、六道地蔵で他に北寄りに位置する。 25菩薩及び精人地の地藩の日滝地蔵がある。また、付近には五輪塔三基と宝京院塔一基がある。現存する石仏は、鎌倉時代後期の1293年から1311年の間に作られたもので、当時の箱根峠沿いの街道筋に設置された。ところが、国道整備によって広い車道が築かれた結果、 あたかも石仏群が分割されたような状況となっている。六道地蔵、王朝地蔵、二十五菩薩のうち八号像以上の石像仏群は制作年代が明らかで鎌倉時代の石像美術品の基準策として貴重である。五輪島の一つに認証が同志を務めた旨の命があること、法教院島に地蔵公によって建立されたとあることから、 造流の背景が伺われる。各石造物の間は遊歩道で結ばれ、正人地近くには石仏、石頭群保存整備記念館というガイダンス施設があり、歴史公園として整備されている。元箱根魔街物は美術工芸品として、宝鏡院塔と五輪塔は建造物として、それぞれ重要文化財に指定されている。魔街仏群の内地造菩薩座像のみが、 国の所有、他の29区は、箱根町の所有で、別件で重要文化財に指定されている。ありがとうございます。